織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と奈良も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとしていた。新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。ですがこの力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない、私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ早く行こうよ、僕待ちくたびれちゃったんだけど。ああ待ってください、ナタ殿。ナタめ、相変わらずせっかちな。では私たちも行くとしよう。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。献身校のもとへ急ぎましょう。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉通じるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言わない。ペルセウス、我らを欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着け、アテナ。兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つのだ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけてもらっていたからだ。裏切ってでも私にはなすべきことが。間に合ったようだな。救援シャツ、この式共に楽しまん。だが、お前ならもっとできよう。違うか。私がなすすべもなく負けると。誓ってきた武勇、見せてやる。はい、お任せ。
ライフも多いですから。何時が逃走見事。この地の蛇は払われり。ですが、まだ終わっていません。金勝と金継は前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。ああ、いや、驚いていた。雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。受けてみよう。父の子ではある。ペルセウスは所詮半獣。人の血が時に愚行に走らせるのだろう。犬などどうでもいい。私が奴に隙さえ見せなければ。お待ちなさい。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。お邪魔します。か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな。現実を教えてあげるよ。奥義オスタール。私を恥ずかしめるなんて覚えておきなさい。そのようにアヤの心にも響きました。これでお二人のもとへ向かいに。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。あなたたちの顔忘れない。この世界の人間の力は計り難い。思っている以上に強く、そして魅力的だな。こんな集大を晒すとは。ここで救援とは。地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援か。ならばまとめて撃滅せん。力を合わせましょう。引くしかない時もある。どこかに気の緩みがあったか。こんな見事に負けちまうとはな。ほう、あらがう。人間も無駄なことと知るがいい。なんという大軍。覚悟を決める時か。平成不利か。だがまだお前たちに倒れられては困る。私とムタで食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。結構強いんだね。スサノオ
しい説明は後だ。我らに協力しろ。どこに後だ。我が力欲しくは貸そう。ここは我ら3人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし雪村殿、ここは逃げよう。あの力私たちでは太刀打ちできない。あっぱれ。私の知略が破れようとは。やっぱりこっちに来てまったが、しょうがないの。残念だがここは当選。キツナリ殿、なぜ。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。雪村、救援の狩り今こそ返す。ここは任せろ。お前たちは迂回し太陽を確保するのだ。ちゃんと強いって素敵ですね。水産。そうじゃない人も多いですから。お前が天下無双だ。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。私もそんな気がしてきたよ。いきなり、これはどうしたことか。火を愛するお前がなぜ国に味方している。変わらんな、カメちゃん。よろしくお願いします。このわけのわからぬ世界に義も不義もあるまい。援護は任せろ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。だが、この世界の敵は手強い。我が右腕なるナレがいれば助かる。でした。本当にこれでよろしいのですか。すまん、秘密だ。それなりの腕だが、まだ未熟。さらに励む。なぜ邪魔をする。人間がどうなろう、貴様らには関係あるまい。知らぬすぎ。奴らを守り侮れぬことだな。私が相手では不服かよ。かけいた。彼と共、敵は退けました。こちらから急いで撤退を。雪村め、あいつを止めねば。ミスラリ、飛び出してまったか。こうなりゃわしも出ちゃるわ。私たちが戦わねばならないのです。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。ごめんなさい。ダメだ。
じゃない人も多いですから。なぜ神に抗う人が神に勝てるとでも思っているのか。来た来た来た、清正、敵が来たんだ。大声出すな、バカ。秀吉様の命だ。ここは倒産。あと少しで逃げられるので、どいてください。それなりの腕だが、まだ未熟。さらに励む。逃げんじゃねえからな。ご覧なあ。どうあがこうと我らから逃れられはしない。なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに急いで逃げましょう。最善の結果だな。あ、いい感じです。うまくいったか。結局城を守りきれず申し訳ありません。謝ることはありませんよ、雪村。あなた方がいなければ私たちはどうなっていたか。救援者ス、あの敵は強すぎる。アテナにアレス、そして腕輪の力を扱える者が二人か。こちらも腕輪を使わねば勝つのは難しい。しかし腕輪を使えば敵がさらに増える危険もあります。一体どうすれば。今は思い悩む時ではありませんよ、雪村。せっかく戦界の方々が足止めしているのです。まずは逃げ切ることを考えなければ。オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫する。スサノーラ千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。
偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだものを我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。剣心殿は我が軍の要。これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。闘争を託す。私たちも頑張るから安心して。帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ。あなた方の義と愛、十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ必ず無事に戻りましょう。見知らぬ将らが寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアリス君が砦にいるのが我々の仲間だと勘違いしているようです。今奇襲をかければ敵の動揺を誘えます。その隙に彼らを救い出しましょう。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。ごめんなさい。逃げた。何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。お取り込み中失礼します。あなた方の狙いは我々なのではありませんか。後ろからも敵が。どうなってんだ。下手を踏んじまったか。ここは一旦引いとくぜ。力を合わせましょう。見せます。私の知略が破れようとは。やられるなんて。おい、恥をさらすとは。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。それに御宿殿もご無事であるですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。ああ、しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。じゃあひとまず下がって立て直しだ。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。なら俺は策がなった後の追撃を受け持つ。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵をこてんぱんにする策ならお任せを。なら私は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと細工するとしよう。さて、準備に取り掛かろう。おのおの抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あいつもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。バーディー、早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。お前さん、工作を守ってやってくれないかい。
船をつなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。さすがです。その調子でお願いしますよ。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの？さっぱりわかんない。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。そっか、じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くて。ちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。こっちを手伝います。押し通る。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。訳あってそうはいかないんだ。どっちも訳ありみたいだけど。なんという強さ。ここは引く。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの砲撃の力すさまじい。どうにか味方に引き入れられないようだ。そんなことできるのかな。だってあの子たち、なんだか怖そうだよ。お前は勘。この先へ行かねばならんのだ。撃ち通してくれないか。それはお前。どうしてもと言うなら、私を倒してください。すごく頼もしいです。この張宝が相手だ。よろしくお願いします。覚悟決めろよな。相手を務めよう。カン暗黒マイル。さすがです。その調子でお願いしますよ。砦は無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。船をつなげたようだね。これで策もうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。策の成功が待ち遠しい。穴の開くのを待つがごとくだ。私がお前の相手だ。その分試させてもらう。お前こそ真の三国武将よ。ご覧あれ。その調子で頑張んな。あなた方に情けはかけられません。せめて美しく散らせてあげましょう。自然の風景に舞い散る花びらこそ美しい。人が散る様が美しいとは、いいなこと。燃やし尽くせ。これで目的地への道は開けたか。待ち受けるはあの怪物か。打ち取ったり。鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。力を合わせましょう。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。
らの助力に感謝せねばな。よっ、アクション、打ち取ったり。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に行けば危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。人間、ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。来ましたね、我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。燃やし尽くせ。自分たちの船に火をつけるだと。正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。わあ、敵さん大混乱。お次は歩兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですよ。孔明様、ここは私にお任せください。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺、今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない方のようですね。ごめんなさい。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて、偽物冥利に尽きるな。剣ごときにこの俺が。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで拷問の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。培ってきた武勇見せてやる。死がなすすべもなく負けぬと。どうしよう、踏んじまった。いざ戦わん。真田の戦ご覧あれ。なんという強さ。ここは引く。
燃やし尽くせ。すごく楽しいです。悪い子にはたっぷりお給吸えちゃうよ。いい始まりね。あなたこそ真の三国演奏です。お邪魔します。あっ、ちょっと私じゃ手に負えないよ。これで退路が開きました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ返上、金儀通してやるぜ。槍の股だ、まかり通るぜ。リン・マンセイ、股の名を勘が冴える男ってか。いざ押し通る。これも流れだ。お互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほう、なるほど。なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あいつたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば心強い限り。ぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。ナタ殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ、我らと同じ戦艦の住人だ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、はじめましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。あっしは方位資源、無理はしないで頑張るよ。ロシキ、堂々乱世を渡らん。兵は軌道なりってね。ザク、我に任せよ。
うまくいったか。あ、いい感じです。実は我らと関わりの深い男に調査を頼んでいてな。その男、サジから報告があったのだ。オリュンポスから紛れ込んだと思われる妙な怪物の操り方が分かったと。ほう、サジもこの世界に招かれていたか。しかし怪物の操り方とは。知りたくば奴の元へ来いとのことだ。その地で新たな仲間と共に待っていると。どうする？面白そうじゃねえか。行ってみようぜシエ。ああ、そうだな。その怪物とやらも次の策に生かせるかもしれん。新たな仲間というのも気になる。わしも同行せん。戦場を混沌で染め上げてやろう。神仙サジ、ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は密かにこの地を調査していた。そのサジから連合軍へ報告が届く。オリュンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると。怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ？サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリュンポスの奴らか。下せぬな。サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぜ。来たか。思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何を言うちょうだ。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。どうし、踏んじまった。前回の連中など押しつぶしてしまえ。はい。
さて、怪物避難の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いて死んでよ。天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ。聖絶に。すげえ、なんだありゃ。鳥か、それとも獣なんだ。まか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。いいぜ、その調子だ。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。本当にここにはかかる武者がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい調子だ相棒、誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか。サジ、怪物の由来は分かった。だが、どうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろである。ヨスダを求めておる。すなわち、ひとたびこのが主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾番にも兵力にも値する圧倒的な力、策の幅も広がるだろう。合わせましょう。今頑張ります。大したものだ。その分まことに心強い。砦は突破した。余勢を借りこの地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるが。こいつサボりとい、その羽はどんな感触だ。天空の覇者の魂は是と叫んでいる。撫でてやれ、聖絶に。柔らかい。今戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、聖絶、魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。見たであろう、あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるの自分だけだと思うに。貴様、向こうも怪物を引き連れてきやがった。力を合わせましょう。ありがとうございます。頼もしい怪物も敵となれば強敵。心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるわけ策。奴らを倒すなら先ほどのように。さすがは周光輝、怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。元来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。よくやった。だが、お前ならもっとできよう。違うか。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。
大丈夫だよ、シュウ。俺たちなら怪物だって倒せる。それに、前にもこんな目にあった気がするんだよな。今としては、勝負にならん。誓ってきた武勇、一緒にな、見せてやる。受け取って。敵将、どうしたった、始まった。さて、小生の怪物指南もいよいよ大詰め。門番を打ち、突破口を開きたまえ。最後の切り札をお目にかけよう。あいつも手なずけていたと。いつの間に。ご覧あれ。種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いたいもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び、確かに届いた。周陽平、長宗我部元親、悪雷天尉。この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな。怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。戦う時、我らの魂は共鳴している。壮絶なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。
うむ、なんといっても寡黙なところがよい。まあ実りがあってよかったな。助かったぞサジ。小生サジと申す者、さて参ろうか。悪雷天衣、派手に暴れてやれ。周傭兵参る。奏でよう聖絶にな。最善の結果だな。うまくいったか。あ、いい感じです。本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なためどこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様、さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動ける者は行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。孫権殿、伝令から報告ありました。前線の我らの城にダッキと呂布の軍が迫っているそうです。ダッキと呂布が？厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周泰と宗神殿に任せてあったはずだ。あの二人なら大丈夫かもしれんが。